実況をたくさん貯めた化石を博物館に寄贈するぞです。本日は5月23日土曜日、0時40分で進めてまいります。今日の日のためにな、化石を40個も集めたんや。まだね、お家にあるんですけど、とりあえず持ってこれる分だけふうたさんにぶつけてみたいと思います。これでね、コンプリートできるといいな。起きてください。ウベニンチョン島国際ミュージアム。いらないです、そんなの。化石を鑑定するのです。魔法じゃないんじゃ。化石を鑑定してください。はい、行きますよ。1個2個3個4個5個6個7個8個9個10個11個12個13個14個15個16個17個18個19個20個21個22個23個24個25個26個27個28個29個30個31個32個33個34個35個36個37個38個39個40個完成するよ。ワクワク。1個ぐらい寄贈したい。あー、やったー、貴重な化石入ってました。いやー、参りました。ありがとうございます。やっぱりね、才能あるからね、白樺ね。まあ、あのメッセージボトル集めながら化石掘っただけなんですけど、いいよ、寄贈してあげようではないか。文化を発展させるためにも寄贈するよ。何個あるかな。1個。マジ、これ寄贈したら全部埋まるのかな。なんと、パキケファロの体上の椅子か。やりました、パキケファロ完成です。嫌です。寄贈として、寄贈品として収めさせていただきます。あ、やったー、全部揃いました。いわゆるコンプリートでございます。やったー、やったー、やりましたよ、ついに白樺化石コンプリートです。見て見てー、なんか蚊みたいなのいるけどね、あれ何なんだろう。すごーい。あ、スタンプラリーやってるんですね。やらないけど。はい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 。化石に囲まれる白樺。タン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 。でもあんま化石見ててもしゃあないので、出ましょうか。さあ、残りの化石は、これ、あの虫みたいなの何？本名やー、隠しまーす。たんたん。で、これで多分化石のやつが、何の化石かな？待って。やったー！え、待って、2個スタンプつくかも？あ、つかなかったー。はい。またね、タシフーター。はいはいはい。え、待って、まだあるじゃん。なんだ。カタログ充実で毎日。カタログ？化石ってカタログに入るの？おさぎけさん歌ってますね。あとはこれをお金に変えたいと思います。ちゃんちゃっかちゃん、こんにちは。はい、取ってください。お金にするんやー、化石を。39個の化石を売ったら一体いくらになるのでしょうか。今うんこの化石あったな、悲しいことに。琥珀、 T-REX もなんか2個ぐらいあった。いけー、強ーい。14万になりました。やったー。これで何をするかと言いますと、アンティークシリーズを揃えたいんですよ。白樺レベッカさんやん。こんにちは、どいてくださいね。レブちゃん、かわいい。あ、
お部屋大きくなってましたよ。足りない。あ、リフォームをね、やりたいの。そう、はい、このお金でリフォームしよう。じゃあリフォームするんだよ。リフォームしたい。お願いします。何がいいかな。紫の屋根、でも白髪水色も好きなんだよね。紫の屋根に、なんかあんま可愛くないな。灰色の、灰色は白のポストにします。お願いします。すごいたぬきち嬉しそうだよね、リフォーム頼むと。あ、いらないやつしか入ってないな。とりあえずお金預けます。ファイル付与された。はい、とりあえず20万預けて、また100万頑張って貯めます。はいはい。でも今借金返済しちゃうのもありだな。でもな、お部屋のレイアウト何も決まってないからな。ということで、今日はちょっと短かったんですけど、化石をコンプリートすることができました。そんなこんなで、あの動画ではなんか喜ばしいこととか目立つこととかを中心にやっていこうと思います。今日は、博物館の化石達成に拍手。ありがとうございます。ありがとうございます。ということでね、今回は、終了になります。また次回ちょっと何やるか考えて新しいゲーム実況やっていきたいと思います。それでは白川でした。バイバイ。じゃあのー、邪魔だよちょっと、邪魔。じゃあのー。